言葉狩りです。皆様こんにちは。ナビゲーターの桜です。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。通市教育長が校内の親日を調査せよ、もはや魔女狩りとなっているのですが、市教育長がこのほどソウル地域のすべての小中高校に校内の親日を調査し、その結果を提出せよと指示していたことが若木騒動になっています。 その新日認定されたものはありとあらゆるものに至っておりさながら言葉狩がりの様相を示していますところで韓国の全身しん朝鮮の頃にも教育機関はあるにはあったのですがそこに通うことのできた人は裕福な家の男子だけであり普通の庶民は初等教育さえ受けられませんでしたまさかここまで時計の針を戻すつもりじゃないでしょうね。 こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点また韓国や日本国内の反応などもしっかりお伝えしていきます。4月9日付韓国朝鮮日報によるとソウル市教育庁がこのほどソウル地域のすべての小中高校に校内の日程残誌を調査しその結果を提出せよと指示していたことが分かり騒動になっている。 市教育長が23日日本が植民地支配していた時代の文化や生活に寄与品などで現在も残っているものと分類された項目は新日派の人物が作詞作曲した高校高齢大児童生徒の生活規定の中の文具法学番号表示が入った学校名まで含まれる。 ソウル市教育長は2月末ソウル市内の全学校に学校内の有形無形の日程強制的植民残誌を調査しその結果を4月30日までに提出せよという公文書を送った曲日記に似たデザインの交渉日本人校長の写真や銅像東西南北という方角や大地などの番号が入った学校名も含まれている。 一部の学校では有名な童謡とおの家の赤ちゃんを作った作曲家ニューフンによる小説無情などを書いたフアンスジャーナリストナムソスら親日派との疑惑が持たれている文筆家音楽家が作った効果を使っているがこれを変更せよということだまた学校生活規則などで使われる「班長」「副班長気をつけれ」などの用語も「新日座の下」のレッテルを貼って調べるようにしていると報じています このようなことを調べる要因となったのはソウル市議会が今年の初めに可決した新日反民族行為生産支援に関すする条例が原因ですこれまでにも韓国版日教祖である全国教職員組合などは学校から日本の要素を打ち消すと躍起になっていましたがこれによりさらに教育の場にも反日が盛り込まれていきました。 日本の教職員組合も行かれていることでおなじみですがお隣は本場の感がありますのでこれは特に驚くべきことではないのかもしれませんこの全教祖なんと退職した教員も加盟することを許しておりそのことが問題視されパククネ政権下では非合法化された,経営がありました,ただ文政権は全教祖が自身の看板支持層ということもあり再調査を命令 2020年に最高裁が作成検事の命令を違法とする形で再び合法化したという流れです再調査というより完全に司法を掌握したから撤回できたと思うのですがソウル市の教育長は4月末までに全学校の調査を終えその後市民団体を通して学校別に話し合いをする予定です 担当者曰くあくまで強制ではないと言っていますが実質的な押し付けになるのはまず間違いないところですさてソウル市教育長がどうやって学校内のの日を判断するのでしょうか。どうやら2009年に民族問題研究所が発行した「新日人命事典」を参考にする模様ですがそれだと問題が多すぎるように思います。 というのもこの時点はかなり偏っており韓国でも保守派を中心に反発する声が上がっているからです具体的には朝鮮戦争で大活躍したテックソンキ居部将軍などがこの時点では親日派と定義付けられており選ぶ基準がかなりいい加減なのは明白です このことについては韓国のもう一つの教職員組合である韓国教員団体総連合会も戸惑いを隠せず志位将福政策本部長は「急進的すぎる歴史的事実に対する調査がしっかり行われていない」とコメントしていますこのような教育界の新日清算は今に始まったことではなく2019年にサハの近所統治 これはとても守備がかい城のことですがこの近所はょうとして知られている州市で始まりまりした。これまでにもウルサン市やインチョン市などで行われておりチェジュ島でこれが行われたときは学校のシンボルとなっていたいぶまで親日認定するなどどう見てもやりすぎなことがうかがえます。 やっていることはどこからどう見ても政府に意を唱えることを禁じる全体主義のようですが反日のためなら何でもするという韓国らしいといえばそれまでなのかもしれませんそのような教育に対して島の教育を受けている生徒もうんざりしておりついに2019年には高校生が反日教育を強要されたとして高校教育を批判する記者会見を開き当時かなり話題になったこともありました 日本の学校批判が SNS 発のものが多いことを考えると自ら顔を出してマスコミに呼びかけるその行動力は純粋にに称賛値すす。る行為だと思いますしかし高校生の必死の訴えも虚しくその後も反日教育はやむことはなく生徒たちは高校から15時間の社会奉仕活動を命じられた結果に終わりました。 また生徒たちの保護者もしつけがなっていないということで特別教育を受けるように指示があるなどやっていることはパワハラいやそれ以上かもしれません韓国では親日派に対しては何をしても許されるというのが常識なのでしょうか そういえば韓国では日本に留学すると親日派になって帰ってくると言われていることは有名な話なのですがそれは行き過ぎた反日教育を受けた反動という側面が大きいのだと思います。にもかかわらず意外なことに大統領の娘さんは日本へ留学したことがあるんですよね。 まあ大学には左巻きのところが多いからと自身を納得させるためにそう考える人もいるようですが留学した大学は保守的な校風で知られている。 あの国士官大学であり一見どう考えても大統領が許可しそうにない大学なのですががった見方をすればひょっとして大学でいじめられることにより娘に反日感情を植え付けるためにあえて涙を流しながら許可したのではないかと勘ぐってしまいます。でももしそうなら大統領は大統領だけでなく父親も失格だと言えますのでやっぱりその線は薄いでしょうね。 今回のニュース韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。全教祖は韓国の元のようなもの。お願いですから全員まとめて北朝鮮に送ってください。公務員の労働組合が問題です。次の大統領はこの公務員労組禁止にしてください。 今していることは、韓国市民を育てる教育ではなく、学生が不幸な過去に思い悩むことで自由な立場の民主主義を憎み、その結果、北朝鮮にしがみつくようにさせていく悪い行いです。一旦すべての教師を辞めさせる必要があるようです。経験上教師が言うことは、洗脳や思考教育が多かったように思います。 学校から日程残時を取り除くためにはまずは漢字を追放するしかありません。そうすれば我々は北朝鮮のような純粋な朝鮮人になれるでしょう。いつまで反米新北政策を続けるのでしょうか。日本は少なくとも独裁国ではなく先進国であり見習うべき点は多いと思います。日本の過去の欠点は建設的な解決が必要です。 少なくとも反米心北よりも多くのことが得られるはず以上は韓国からのコメントでしたが日本からはどのような声が上がっているのでしょうか生産って何をやるのですかなぜ併合されたか反省するなら分かりますがやると言っても歴史的建造物を壊すくらいですよね インフラなど日本が残したり投資したり日本の資金で作ったものまでやるとなると国家予算級の資金が必要になると思いますよ。理由のこじつけにも程がありますよね。輸出管理の強化と象徴物とに一体何の関係性があるというのでしょうか。実にやることがくだらないです。この際日本が投資した分をすべて清算してもらいましょう。 外交については無能ですが、反日政策の実行力には並々ならぬものが感じられます。毎日毎日韓国を嫌いになるニュースが溢れていてある意味関心しています。壊したいものは好きに壊せばいいですよ。輸出規制は韓国側の責任であり、それもただ遅れているだけの話なので難航して輸出入も一切なし人の交流も全くなくし、日本なしで一度やってみればいいのです。 日本は韓国に対して早く制裁を加えるべき韓国の歌詞がどんどん日本に進出していますが政府はそういったことをやめさせるべきだと思います本当ににつまらないことと時間とお金をかける国ですね。台湾のように必要なものは使えばいいだけなのにまともに話し合える相手ではないし自分たちがおかしな行動をしているのに気がつかないのが滑稽です。 サムスン電子の作る難度型メモリーも特許を持つのは東芝だから、当然親日象徴物審議委員会とやらで取り上げるのでしょうか。いよいよ異常ぶりが前回になったという感があるのですが、そもそもあの国のインフラ自体、日本が作ってあげたものなんですよね。 当然そういう見えないところはいつものようにごまかすつもりだと思いますが今回はすべてごまかすことなくチェックして日本の息のかかったものはすべて撤去してもらいたいと私も切に願うところですそういう国に日本国内の新官とマスコミ市民団体は必死になって日本人の血税を注ごうとしているのですから悲しいことですが日本は他国から見て救われない国だと思います でも一方で今彼らの視聴率販売部数政党支持率は下落の一途をたどっていますので逆を言えば日本でも新幹の撤去が始まっているということになるのでしょうか日本人は一度決めたら徹底的にやるということは世界的にも知られているところですがその日本人を怒らせたのですからこの流れはもう止まることはないでしょう 今後も手を緩めることなく日本にとって百害あって一利もない人たちは日本のためにも言葉は悪いのですが叩いてでも潰せなければならないと思います皆様のご意見ご感想をお待ちしています評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります